大倉省により混流された三つ股、栽培記念碑駿河藩紙は、三つ股を用いた和紙で、駿河国で量産されたもの。主に、沖津川、流域、芝川流域が知られる。生産は、沖津、ゆい、芝川が知られる。形態によって、藩紙、小藩紙、藩節紙に分けられる。駿河切原群巻の2に、以下の記述がある。 ボモキツさか三かミカワチの村落聖種はじめ氏は、明和の頃甲州市川の人和田と村に来て、こそめしなり、すきは、きち側に日ず、三つとう気の川を、養父。近年多く、山旗を開けて、三まを食て舞子製の、江戸及び東西に出脂し駅とす、駿河木は、明和年間に、神すきの期限を求めている。このように、駿河藩氏は、東国、 最国の各地に送られており、例えば、江尻塾の商人が、沖津川流域の駿河番紙を、清水港の海運を用いて、相当量を輸送していた記録が残る。また、沖津塾の商人も、沖津川流域から紙を入手しており、これら江尻塾や沖津塾の商人が主に、沖津川から紙を得ていた。特に、沖津川上流の太平村、河内村、 炭焼村での生産が盛んであり、主に藩士ではなく、小藩士、藩節士であった。また、府中のわらしな川流域でも生産が行われており、茶師が生産されていた。来日したオランダ商人であるヤンコックブロンホフは和紙に関心があったといい、沖津川で和紙が作られている都市校に記しているという。天明完成年間には、伊原川流域でも紙すきが行われていたという。 内房、長官での生産が多い。文政元年の資料によると、藩士での形態が多く、生産量も多いほか、紙すき人数も多い。江戸末期には隣接する伊原郡北松野でも生産が伺えるようになり、最ン校という校を設け、戦前には100件余りの紙すき場があったという。文星元年の資料によると、ゆい流域の入山、東山寺、麻生、西山寺、 今宿、寺を、東、倉沢、西倉沢で生産されていた。中でも、西山寺における生産が多い。駿河国内における三つ股の産地は、駿河木に記されている。駿河木の安倍軍の項に、三つ股の産地が八箇所記され、志田軍の項には、紙と茶を指して、この二品名産にてことに紙は多く、六田四金号の主張に、売りジョークとある。また、ょ 呂川を、よう広くゆえ、神の整合し、近頃は三つ股を、少しかふとあり、笹間京の三つ股の産地を六箇所記している。伊原軍は常実した伊原軍巻の二の、駿河期の記録が残り、他、近年この辺ば端に多く食、神をとすとある。富士軍は、富士軍巻の5にて上え稲子で、三つ股が取れることを記し、紙書品大宮編、稲子、西山山部、 すべて諸村近年左官に六出すとある。また、床方言三つ股と運、三村近年を多く主食して紙領とすとある。また、富士軍における天気として以下の話が知られる。富士軍、原村の名主に渡辺正剣がおり、当地の旗本の手台と富士山麓を歩いていたところ、三つ股の群生地を発見し、紙の原料として用いられるようになったという。 上杉きの流星には原料の入手が容易であることも重要であり、駿河期にあるように生産地周辺で三つ股の植え付けが盛んになっていた。例えば、伊原郡吉原村における三つ股の植え付けを示す資料が残り、また、伊原郡ヤンバル村の資料には、なおまたその外三つまた当職出しとある。天保7年の文書に三つ股植え付けとあり、また、加盟6年の文書に 三股東海へしかり入手党務の政治必死差し支えとあり、いずれも伊原軍獅子原村に関するものである。このように、伊原軍、富士軍各地で三股が植え付けられ、駿河藩市の生産が行われていた。現在の富士宮市、富士市は、製紙業の一大生産地である。実際、パルプ、紙、紙加工品製造業の製造品出荷額等で、漁師は、 全国的にも上位に位置している。その学難地域における近代製紙業の発祥として、明治20年の富士製紙株式会社の設立と、明治22年の同会社の工場稼働が挙げられる。設立当時の役員として、三股を発見した富士軍、原村の渡辺氏県の子孫である、白糸戸村の渡辺と三郎の名が見える。駿河湾氏の生産を進めた。 渡辺忠健と、その近代化に携わった渡辺と三郎ら同一族の同行がこの地域での、礎とされている。ありがとうございます。